いや、吉谷さんのね、すごいところはそれですよね。うん。まあ、多くの人が、もうやらないことっていうかね、見放したこととかね、ガラクタだと思っていたものを逆に集めて、それをどのように活用するかとかね、やっぱすぐ考えますよね。うん。だから再生数が上がらなくてやる気が出ません。確かに多くの人はそう考えるんですよ。でも、いや、再生数が上がらないのを、モチベーションが上がらないとか言ってね、 やる気が起きないとか言って、このぐらいやってやる気が起きないっていうんだったら、話聞きますけど、みたいなね。それを突きつけられたら、まあ、偶のでも出ないかなと。でもそれによって、あ、自分は無理なんだっていうふうに、こう、塞がれちゃうところもあるでしょうね。でもそれも一つの、まあ、優しさっていうかね。うん。やっぱこう、ものすごくスポーツが好きで、自分はそのスポーツ選手になりたいと思っても、あの一定の基準に達しなければ、 とかね、毎日体を鍛えることをやりたいと思わなければやっぱスポーツファンにはなれるけどもプロフェッショナルにはなれないよねっていうところの、ね、線引きを見せてあげるっていうのかな、まあ、そこまで意識してないかもしれないですけどあの変に期待も渡してずっとね引き伸ばすよりもあのやっぱこう情報発信とか継続するってことうそれをプロフェッショナルに。 そのレベルにしようと思ったらこういうことなんだよっていうのがねやっぱりこう具体的に見えるっていうんですかね、うん、すごくそういうところは大事なところだと思いますし、うん、なかなかやってる本人でもできてる人でも気づかないっていうのかな有名プレイヤーとかねやっぱり一流の選手とかあのこのネットビジネスの中にもいますけどもね、うん、じゃあできない人に対してどういうものを見せるかっていうところですよ、うん、やっぱりこうすごく発想が豊かで、うん なんかできないことでもここまで積み重ねているんだよみたいなねそれは偶然もは出ないでしょうねそれはね、うん、まあすごくなんかこう目からウロコが落ちるような体験をされるんじゃないかなと思いますねうん、なんかねそのネットビジネスって、まあ、まあもちろん自分の生活費を稼いだりとかね一定の財を呼び寄せたりするものですけどもうん なんかね、あの、10時間で5億稼ぎましたみたいな記録こそないけれども、だけども本当に大事なのはあの、その業界に轟くようなね、名前を出していない状態でも、それからね、あっと驚くようなね、誰にも破れないような前人未到の憧れの記録を持つことよりも、なんか本当に あらゆることをずっと積み重ねていってその一歩一歩を自分の足跡として残していることかなと思うんですよね、まあ、吉谷さんの場合は出版もバンバンしてるわけじゃなくてまあ一冊ですよねそれからあーまあ他にもねいろんな人とこう有名人とコラボしてどうこうってこともなくって、えー、むしろ無名の人とコラボをして でもそこでちゃんと道を切り開いてるところに、うん、なんかね、その希望があるんじゃないかなと思うんですよね。もういろんなところでそれを感じますね、やっぱりね。うん、で、なんか、あれですよ。同じやってる側としては、え、そんなこともやってんのってのがいくらでも出てくるっていうのがね、やっぱ面白いかなと、うん。なんかそのネットビジネスの大学教授みたいな感じですよね。そんなことまでやってるんですかみたいな。 えゼロ再生の動画そこまでやってるんですかみたいななかなか面白いですよねあちなみにアプリなんですけどね私ね今までねその必要だと思ったことがないんですよねあそんなものもあるよねと思っていたりとか、うん、あのワイプ専用のこうガジェットっていうのがあるのは知ってたんですけども俺には必要ないかなと思ったんですよ不意にこの前23日前ですけどもドライブ動画を撮ることになってでそれまでもドライブ動画を撮っていたんですけどもね こういうことできないかなと思って思いついて検索したらあったみたいな、まあ、つまりネットビジネスの世界ってあの自分がこういうのないかなと思ったら大抵あるんですよ何でもあると言ってもいいぐらいです、うんまあ、でも多分ね吉谷さんのねそのゼロ動画をたくさん撮るっていうねそのアイディアっていうのはの他に思いついた人いないんじゃないかなと思うんですよね。 思いついてやったにしても50本とか100本で止まって「いやこのぐらいのことやってますよ」みたいなね、うん、なんかその下り顔をするみたいなほか、うん、にこんなことやってるやついねえだろうと思ったらみんなびっくりしますよ「えいたこのレベルでやってんの?」みたいなね <laughs>、うん、なかなか吉谷さんの魅力があふれてるのが、うん、そこにあるんじゃないかなとでも同時にすごいところですよね、はい、じゃあ今日も5月9日午前3時行ってみましょうかどうも